だから植物も ATP で生きてるし、ミミズもオケラも ATP でこれ作ってます。でじゃあとにかくこの水素がそれにすごい重要だっていうことですね。だからこうデルもね、もともとがね、難しい栄養素を使ってエネルギーなんか作れないんですよ。例えばあれを食べなきゃダメ、これを食べなきゃダメ、これが栄養だっけ、力を作ってこれが何とか作ってなんて言ってたらね、だってそうやって信じてますよね今ね。昔の人みんな死んでますよ。まあそうですよね。だってそんなことわからないままそこら辺にある木の実でも何でもとにかく腹を満たすものを食べて生きてきたんですから。あ、そうですね。もっと言うと食べられない時を2日も3日も食べられなくて生きてきたんですから。そうでしょ。いやだからそのための知恵があるんです。それは長くなるからやめるとして、そうして考えると必ず活性酸素ができるんですね。で実はね、活性酸素がこのようにスーッと水にまで反応が終わっちゃうといいんだけど、時々悪さをするんですね。細胞って皆さん細胞ってこういう、丸いもの黙ってなんでできてるのって意外と知らないですね。だから体の中ってフレーム的なもの、ね、特別なものってほとんど全くないんですよ。だから中国4000年の歴史のあそこの秘境のものがいいとか、そういうのはただ見た目もすごいし、あれは普段食べれるもんじゃないからすごいだろうって言うけど、そんなもんで生物生きていけませんからね。普通にもので生きてるわけですから。そうすると細胞って何でできてるかって言ったら脂質です。油。例えばで一番分かりやすく言うと風船玉です。だからそれでよくこれだけのものを保つと思うんだけども、風船玉だと思ってください。リン脂質っつって、油でもちょっと違うんですけども、いずれにしても油です。シャボン玉、ね、シャボン玉ってあれ脂質ですから。洗濯石鹸って脂質ですから。あれを水に溶かしておいて、ふーってやるとシャボン玉できるじゃない。あれ全部脂質でできてるわけですよ。あれと同じ原理です。そうするとこれがね、いいようで悪いんだけども、細胞ってもともとこうして脂質でできてるでしょ。油分みたいな。そうなるとここで活性酸素ができて、この活性酸素がうまくこっちで処理できない時、どういうふうにやるかっていうと、これが酸化作用が強いんで、この脂質、この油の電子を奪おうとするわけです。油を酸化させようとするんですね。そうすると皆さんよく知ってるように天ぷら油でも使い込んでくると酸化しちゃうからよくないっていうでしょ。酸化油もドロドロしてくるから。それと同じでここが油がゆえにここの油が表面の油が酸化されるとドロドロ油に変わっちゃうわけです。このことを過酸化脂質って言います。酸化された脂質油は我々が想像する以上によく言われるんですけど、ここでできた活性酸素より過酸化脂質の方がなんかまたその過激性が強いみたいです。